上尾市立平方小学校は埼玉県上尾市大和平方にある公立小学校。上尾市の西部、平方地区に位置する。学校前の道は荒川を海平橋によって渡り、川越に抜ける県道51号線だが、1997年4月のバイパス開通によって静かな旧道となった。周囲は、この旧道沿いの古い町並みと周辺に広がる農地や、 森、点在する農家が主な景色だったが、大規模団地ができ、東からは、宅地開発も進んできている。しかし、屋敷木や、二十歳もまだ多く残り、土の地面と緑が多く見られる土地である。西に1キロメートルほどのところには、奥秩父に源を発する荒川が、広い河川敷のさらに向こうには入間川が流れる。創立は1873年と古く、 長い歴史を持っている。1970年代には、近隣に建設された西阿げを第二団地の多数の児童を受け入れ、平法登場、平方北省を相次いで分離した。両校とは三校新前球技大会などでの交流がある。正門はかつては県道に面していたが、隣接する上げを市立平方幼稚園との校地と、園地の交換により、敷地の西側に移された。 なお、平法小学校の校長は、平法幼稚園の園長を兼ねている。心豊かで、たくましく、共に生きる、子供の育成。ありがとうございます。